ルーラレーラと、まんじほうし楽器の、うまいことなってるから、大丈夫まあいいことにしてもらって、とうとう20回もやりましたね、20歳ですね、はい、そろそろ。<い>さて、 ということでなんかサブウェイはやっぱり面白いですね。ニューヨークにいると、やっぱりサブウェイ、サブウェイっていうことで、うん、この間だからもうこれで4回連続でやってますけど、もうそろそろ飽きた人もいるかもしれない。いやサブウェイは飽きないですよね、本当ね。まあうん、少なくとも話してる方としては飽きてないですね。今回は活動編と気をつけよう編で。はい はい、<laughs> 活動編と気をつけよう編の二つっていう感じでね。うん、で、あの、まあ、サブウェイでいろんなパフォーマンスとかね、まあ、うん、アートの作品なんかも見れますけど、あれも面白いですよね、やっぱりね。ニューヨークならではというか、一つの本当に ニューヨークにいるっていう感じしますよね。今、最近ちょっと怖いなと思ったのは、やっぱりダンス、ダンスなんかこう、ぐる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 回ってる人がいるちょっとこれはさすがに危ないとか思いましたけど、まあ、それでも、その、そこで見れるっていうのは面白いですね。結構好きな人は白手しますけど、やっぱりちょっと、ちょっとこれは危なすぎるんじゃないかなっていうな感じの時もあるからね。バかけるしね。そうそう。音楽。うん。 ちょっと失敗してぶつかったらどうすんのとか思いますけどね。誰もケアしないのかなとかね。いつ練習してんだろうっていうか、うん、それが、それが一番不思議な,感じな。あのー、暇、暇な時間に練習してますよ。あそうなんですか。練習してない、みんながたことある。<laughs> みんないないところでやってるわけね、あれ。うん、うん。そうじゃないとね、やっぱりこれ危ないですもんね。うん。うんうん、まあ、最近はみんなね、サブへあんまり乗ってないですからね。だから、<ー>そのコ,ロコロナの後でと。あ、はいはい。 うん、まあそういうところで、えー、危なくもなってるところもあるので、うん、これから乗る人にとってはやっぱりもっと気をつけようっていうのもやっぱり必要かなっていうことで今日は両方ね、うん、その活動編と、うん、そして気をつけよう編をやっていきたいと思いますさて、はい、じゃあまずねレイラさん一番最初に来た時にサブウェイでなんかし始めたっていうのを聞いてますけどその辺から行きましょうかはい、はいは 私はですね、1年で帰るっていう予定で来たもんですから、うん、あの、音楽活動をいち早く始めようと思いまして、でもな、ブッキングの仕方とかもわからないので、まずはじゃあ、うん、電車の中をアカペラで歌って歩いたんですね。<laughs> なるほど。まあすぐできる音楽活動ということで <laughs> なるほど。まあ、確かにね、うん、何もいらないですよね。そう。で、途中からなんかこう、うん いろいろ楽器を作ってパーカッション作って自分でこう指にはめたりとかそういうのも入れながらとにかくアカペラで日本の愛称歌とか歌って歩いたんですけれどもそう有名なところでそれが2000年かな、うん、で有名なところでこう上を向いて歩こう,こう日本語とスペイン語で歌って。うんはいはい 歩いたたりしてたんですけど <laughs> スペイン語ですか日本語とスペイン語。なんでスペイン語<う>ここ、スペインじゃないような、あメキシコじゃないような気がするんですけど。たま,たまたまスペイン語を、うん、で上を向いてある子を日本にいる時に知ったので、それを混ぜて、えー、でもニューヨークってスペイン語も第二国語だからい、ね、いだから結構。 喜んでた。そして、何語で歌ってんだって、ついてきて、こう、聞いてきた人とかもいて。本当に歌えるんですか今も歌えますそれって。え、もう、ちょっと、私は逆にスペイン語の上を向いて歩いてくは聞いたことがないんですけど、ちょっとだけでもやってもらっても大丈夫 <laughs> う歌うのはちょっと、あれでしょ、<laughs> タン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 ん。てん。 そう <laughs> で,ですね。<laughs> はい。おいめぼいかみなんど。こんらみらだるしエロ。ポルデテネルデミソ。フォーソグーナラグリマみたいな、こんな感じですね。ね、えー、どうも、どうも、ありがとうございます。<laughs> 関東、やっぱり、覚えてるんですよね、それね、すごい、ねえー。で、なんか、ある時、なんかは、うん、誰かが一緒に歌ってるんですね。 誰だ<ー>と思ったら、車掌さんでした。ええ、車掌さんがね。大体あれですね、<う>上を向いて歩こうは、本当インターナショナルソングですもんね、うん、あれは。アメリカ人でも、ほぼみんな知ってるんじゃないですか、あれだけは。うんうんまあ、でも特にね、だあの年あの、年配の人がね、あのすごく懐かしい、まあ。本当にリアルタイムなんだと思うんですけどね。だから懐かしい感じで、 喜んでくれわしらもなあのほら原爆の式典とかでもあれ歌うこと結構ありますよね。うん、で<ー>なんかギターの人がちょっとプレイしてみたり、うん、あこれこのコード進行がすごいんだよねとか言いながらやってましたよ。うん、だからいやもうもうわしもびっくりしました。あんだけ の歌があるとはっていう感じで、ね。<laughs> まあ、それです、ね、うんほん。本当ですね。うん、本当、それはそう思います。うんうん、それとですね、そあのー、案外暗い曲も歌っていて、あの、工場の月とか、ああいう歌も歌ったんですね。<laughs> あと、桜桜とか、あと、青い目の人形、パンク少年少女たちにすごい大絶賛された時とか、<laughs> まあ、すごい、<laughs> わーもう心が結ばれた、みたいな、そういう気持ち、はい なりましたね。いや、面白いですね。だから、言葉じゃなくて、歌で、なんか、みんな、こう、友達になっていくような感じが。そうです。そうです。うん。そうです。その、まさに、その、複数回会う人とかも出てきて。あの、ファン、ファンの人とかも、でき、できました。あ、また来た。この間も、君を見たよ、みたいな感じで。はい。それは面白いな。うん。あ、なるほどね。 うん、でも結構聴いていて失敗した時とか、はいはい、なんか横で「うん、とかやる人とかも <laughs> <laughs> でも結構うまいだってサブあのニューヨークのサブウェイの演奏ってみんなうまいでしょう手、ん、いもうなんていうか,かうまいでしょって言ったら変な言い方ですけどうん、うん、もちろんあのんプロだからあれだけどあのクオリティがみんな高いから結構しっかりと聴いてるんですよね,すね、うん、あれね。 うん、<で>聞いてた。こうやってされちゃって、<う>あ、しまった、ばれた、みたいな <laughs> で。ね、ちょっとしたあれでも、みんな本当にうまかったら、うん、いろんなとこから拍手がもう、活体しますからね。うん、あれはすごいなと思います、ねま。まさにまさに、う本、ん、当そ,その反応がも楽しいですよね。うんうん、あそういえば、大体、あの、ね、ニューヨークだったら、よく、ほら、うん 箱というか、箱、箱とかを前に置いて、あ、ドネーションっていうかね、うんうん、入れたりしてやってましたけど、楽器の、その、うん、なんていうの、ケースを前に置いたり、うんうん、それで、ほんでみんなが行く人が、よかったらこう、お金をポンポンポンって出していったりするじゃないですか。うん、やっぱ、ああいうのもやってたんですかそう,そういった。 いや、あのー、まあ、まあ、ドネーションも集まりました。<laughs> ちゃんと集めたんだ。<laughs> 集まりました。大阪人でも大丈夫そうですね、これは。そう。まあ、大体、やい時って最初に電車に乗って、うん、まあ、私は電車の中なので、まあ、私の名前は何とかですとか言ってこう歩くんですけど、うん、その、その時にこうみんなくれるんですけど、うん、50ドルくれた人もいましたね。うん、嬉しい。はい うん、<laughs> それはすごい、ね。ただ、50度くれて嬉しかったこともあるし、うん、先ほどあの、おっしゃってたように、こう、大絶賛もあれば大絶賛じゃない時もある。そそそうううかかですね。そして、そしてまた、そしてまた、いや、人によってね、そしてまたあのー、うん 例えば静かに捨てたい人もいればもっと聞きたい人もいるということでみんなどんどん自分の意見も発信してくるので、はい、もう一度だけあの5ドルやるからやめろって言われたことがあってただいかんせんその頃ですね私行ってすぐなんですよとにかくだから行ってすぐなので、うん、もう英語もよくわからないし聞き取れないしうん、うん、あの まあ、とにかく大冒険でやってるんで、何言ってるんだか分からなくて、その5ドルをこう受け取ってしまったら、うん、だからお前は辞めるんだって言われて、うん、え、何言ってるの、<laughs> この人 <laughs> って思って、そしたらこう周りの親切な人が、この人はね、5ドルあげるからあのやめ、歌を止めてって言ったのよみたいな感じで説明してくれて、そんなこと言われたのって、か,かなりあのその時は衝撃でショックを受けましたね。うんまあ それで活動はもうやめたとか、そんな感じですかいや、そんなぐらいでゃめげま,せんよま,、ね、まあまあまあ、ちょっと一応聞いてみただけですけど。まあ、そのぐらいでめげでもその時はもうね、生理が始まっちゃうぐらいショックだったんですけど。まあ、でもとにかく、まあ、こうめげ、<laughs> めげずにやり続けたんですけど、本当に冒険なんですよ。で、そのやり続けたことがきっかけで、逆に、 うん、あのそこが本当にそこから私のニューヨーク音楽,音楽活動始まったと言って過言じゃなくてなイベントプロデューサーの人が乗ってて僕は君をね前も見てその時チラシを渡せなかったんだけど僕はこういうイベントをやるから。うんうん あのあ、チラシもお金もなかったって言ってましたけど、今度こういうイベントやるから出ないかって誘ってくれたんですね。で、そこに出たことがきっかけで、あの、 今度はそこにいた音響さんと仲良くなって、彼の関係するイベントに出たりとかもういろんなそういうこう質言をする。うん、で、その時はちゃんとアカペラじゃなくてピアノ弾いて歌ってって、その時はやってたんですけど。ど<う>はサブウェイに来たら仕事があるっていうことじゃないですか。だから、お客さはサブウェイでやれるっていう感じになるのかなで、発信したらそこから必ず何かがつながってくる。<laughs> だからよく。うん それをやってるっていうのを知った人たちで、私がやってるのを知った人で、私もやってみたいんだけど、一緒にやりたいとか、うん、もうあ、あ、でも今日はダメとか、もうこう、なんかこう、いろんなこと言う人いるけど、うん、思い立ったらや,やってみる。嫌な気持ち、ねうん、嫌な気持ちになった時もあったけども、まあそれをやり続けた結果、まあいろいろバンドができたりとかその、そこから始まってバンド、そういういろんなイベントに出て、今度はバンドもできて、そして、 もうその後はバンドが解散しようかなんだろうが、もう道ができたので、そこをこうすす歩けるっていうふうになったんですね。私的にはその冒険は、あの、うん、とても楽しく有意義なものでしたね。うん。あれ、うん、日本はあれやったらダメなんですか日本 うん、いや、いサブウェイというか、<laughs> え、電車の中で、あんまり歌ってる人いないよね、あれ。電車の中はダメかもしれないです、ね。あれは捕まるのかなうーん、わかんない。まあ、っていうか本当はニューヨークもダメなんだけど、うん、ニューヨークは本当はダメなはずですよね、うんそ。そう、本当はダメで、それがまあきっかけ、まあ、それにもいろいろ関わって、私も関わってきたんだけども、本当はダメなんですよ。うん そう,そうですね。だから、警察が来たら、さっと逃げないとダメなんだよね、<う>あれ。そうですね。そんなことはないのかな。うんうん、そうですよ。あ、ば、ま、い、あ、そうなんだ。うん、<laughs> で面白いですよね。うん、そうです。私のニューヨーク音楽活動のルーツは、サブウェイっていうことです。はい。 了解ですはい。はい、<laughs> ということは、本当サブウェイ、すごく大切ですね。うん、そうですねサブ。サブウェイなしに、じゃレイラさんの。うん、語れない、えーうん。音楽活動は語れないっていう感じですよんね。うん、まあ、ね、でも、ほんと、今話して、それは改めて思いました。ありがとうございます。じゃあ、また原点に帰ってやってください。<laughs> またサブ <laughs> でも、あのうん、ガッキーさんも、えーとた、お坊さん活動をしていた。 じゃないですか。ああ、という,うほどじゃないですね。まあタクハツとかやったことはありますけども、うん、うん、まあそれはそれでそのお寺でねいたときにこうファンドレイズをやってたんで。 それでいろんなところで宅発をしたわけですよ。<ー>そのなるほど。1>, 1ヶ月間とかね。うん。だから、そういう形ではやってますけど、まあ、いつもいつもそういう感じではないです、ね。本当はそれもね、ダメみたいですよ。それもお巡りさん見つけたら本当に言えなきゃいけないんですよ、うん。いやいや、それは大丈夫ですよ。<laughs> ダメなんですって。ダメなのいやいや、活動してたわけじゃなくて、向こうが勝手に入れてくるだけだからね。何もしてないんですよ。うん、ただ、こう、こう ね、お坊さんの格好というか、であれで何<だ>3人ぐらいかな、一緒にみんなで動いたんで、で活動してて、<ー>じゃあちょっとあのドーネーションさせてくれっていう感じでやってました。うん、ただ、今今今あれですよ今はそれをやりにくいのは、偽坊主がたくさん出てるから、あそれは日本もそうです。ですよ、どこもどこもかも。うん、だかからららなんか、ね、どちらがそんなんんねどちがそやったら逆に なんか偽物のお坊さんみたいな感じやったり、うん、また見方がちょっとね嫌な感じになってるのであれはね非常にまあ困ります、ね、ああいうふうに利用されるとよくないですよね確かに、はい、まあでもその警察活動についてはあれはねノルマを集めてる時は危険ですから結構ねアメリカってあの宗教者と け警察とか一緒にいろんなアクティビティをするのが多いのでコミュニティのリーダーっていうことになってるからコミュニティとの関わりっていうことで、まあ、そういうのがあるんですよだからこの,この次のちょっとばまだちょっと早,早いかな映るのはただその気をつけなさいっていうようなところももちろ警察の人らと一緒にこうワークショップとかそういうのがあると必ずなんかこういうことは気をつけましょうっていう中にねやっぱりサブウェイとか バスもそうですけど例えばすりがよく出てきたり親切にしてるように見えて結局その人は親切にしてるよじゃなくて立ち上がった時にさっとこう取るとか何かそれは席を代わってあげる時とかねわざとこうね親切なふりをしてってそれで詐欺詐欺じゃないすりとかそういうことにあったりするのは結構多いんですよね。 だそういうのをまあ警察がまあ見せたりするので、だからそういうことで、ちょっとこう、やっぱり、ただ単に、やっぱりニューヨーク、やっぱいろんな人がいらっしゃるので、うん、あのまあ、親切に本当にね、普通に自然にやってる人もたくさんいらっしゃるんですけど、中に、まあそういうのを利用しようというする人がやっぱりいるわけですよね。だからそういうときにはやっぱり気をつける方がいいので、よく最近、ほら、うん、マインドフルネスとかみんなやってるから <laughs>、常に気をつけながらね、 今いいことはいいのでどんどんやっていった方がいいと思うんですけど同時にちょっとね、えー、このそういうちょっと落とし穴もあるから気をつけてあ、うん、でも基本,的、うん、基本的には本当にそうですよね、うん、であの今私はサブウェイ大好きで大好きなう結構 こののアートがあって音楽があって楽しくて面白い人間模様もあって親切活動のお花畑ですみたいな感じで話してますけど、うん、基本的にはやっぱり気をつけてないと危ない、うん、危ない危ないですよ、うんうん、っていうか、うん、わしらの時はまだね ちょっとこれ話が長くなっちゃうかもしれないですけど、初め、初めて来た時は、あんまり治安よくなかったんですよ、ニューヨーク。もっと悪かったんで。今はだいぶね、治安が変わってきてるからですけど、もうだから、サブへの乗り方から教えてもらいましたよね。だから、その。いや、その治安は全然ましにはなってると思いますけどね。そうでしょ。うん、だから昔は混んでるとこは行ってもいいけども、人がいないとこは行ったら危ないっていうことで。うん、うん、うん。だからまあ、いろんな、今だから、 今、特にね、ニューヨークの方でも、やっぱり、こう、サブへ避けてるのは、そういうところもありますよね。ちょっと最近治安がまた悪くなってきてるところがあって。うんうん、だから、まあ、いいこれから、今からニューヨークに行く人は、ちょっと気をつけ、もうちょっと気をつけといて、こう、いろいろ、まあ、ニューヨークの生活を楽しむ。えーまあね、地下鉄に乗って、もちろんあの、乗ってもらったらいいと思うんですけど、ただ、やっぱりね、いろんな、こう、あの特にえアジアの人とかが、 最近、うん、狙われたりしていることが多いので,、うん、で、そういうところはやっぱりちゃんと気をつけて乗るようにするというのは大切だと思います。賛成。はい。<laughs> それだけですね。い<や><あ>私もサムエ好きだけど、やっぱりそういう人の少ない駅とか、うん、わ割とすごい、こ,こうやって。ま もすごいくるん、くるんじゃねえぞのこう、パワーをこう、出して、うん、やっぱりささささささって、<laughs> あの、歩いてますからね、私も。そうですね。なんか、ちょっとした気でも気をつけてる。う,うん、うん。誰かこう、うん、後ろに、そばにこう、人がいないかどうかとか。 すよらもいずれもサブウェイっていうはクイーンズに引っ越してから長いこと乗るんでゆっくり座って本とか読んだりしてるんですけどやっぱりそういう時でもちゃんと見てますからね何か変な人が来ないのかとかまた勝手にメディテーションみたいな感じでちょっとね靴を脱いで座ってる時もあるんですよ端っこの方のほうちゃんとそそそそれででも気をつけけてるわすねううう 大体いい今車がすごく増えてるっていうのはみんなサブエに乗ってないからですよ、ねあ<ー>うん。だからちょっと、ん今いらっしゃる方場合はちょっと今はちょっと気をつけた方がいい感じのとこになってるのでそれは思いながらあの、うん、来ていただいた方がいいかなと思います。うん、は,いはい。まあそんな感じででもねほんと、えー、親切活動とかその面白いいろんな一面があるっていうのはね、うん もう確かなことだし、うん、え、ね、身はそんなに、だから、サブウェイって大体こうねこ、本当にそれこそ交通機関以上のものがありますけど、結構交通機関としてすごい使ってた時期と、うん、あとはこうね、自分の仕事場。うん、<laughs> だから、だって、遠くに住むと、すごい長いこと電車乗るわけですよ。その代わり、いつも座れる。うん 最初からずっと最後まで座っていけるんで、うん、その間にど、うん、好きな本を読んでみたり、うん、こうね、仕事が溜まってる、ねなまうん、溜まってるとか、そういうコンピューターを出してきて、うん、まるで自分のオフィスかのように、うん、<laughs> そうそうそう、うん、移動オフィスみたいな感じでね、いつも使ってたりする、うんうん。はい、それでは、いつもの合言葉いきましょう。はい、せーの。うまいこと,うまいことなってるから。 大丈夫。大丈夫。<ブ>ぶぶあれ、ね、なんだ。大丈夫。ね。<laughs> は,ーいはいどうも今日はありがとうございました。